今日はモーセセの余計な心配とといいいいうタイトルでメッセージを語っていきたいと思います1994年度のワールドカップで決勝戦がありましたけれども皆さんその決勝戦でどのチームが戦ったか覚えてますか ?94 年皆さん何歳でしたか ?94 年度 <laughs> 1994年イタリアとブラジルがワールドカップの決勝で戦いました決着がつかずに0対0で延長戦にもつれ込まれたんですがそれでも 決着がつかずに PK 戦になったんですね。一歩も譲らず5人目のキッカーまで来ました。そしてその5人目のイタリアの選手のキッカーは、この大会の最優秀選手候補であったロベルト・バッチョという選手でした。あ覚えてますかポニテールのちょっとかっこいい男の,あの選手いたんですけれども、あここで PK を決まれば、そのまま続行です。PK 戦の続行。ここでバッチョが PK をミスると、 相手のブラジルが優勝してしまうというような場面ですでイタリア側は最高の選手バッジをまあ5人目で出したのである程度大丈夫だろうと思ってたと思います世界で数十億を超えるサッカー人口の中で最も優れた選手が蹴るんだから多分大丈夫と思ってたんでしょうところがこのバッジを蹴ったボールはゴールポストの枠を捉えることなくミスって 外の方に大きく外れていってしまいますそして彼が崩れるというシーンがそのねあの記憶に残るシーンとして残りましたけれどもブラジルの優勝が決まってしまいますなぜ世界で最も偉大な選手であったロベルト・バッチョは PK をミスしてしまったのか後からのインタビューなどでも分かるんですが彼の答えを聞くと プレッシャーに負けたとというようよなことが分かるんで,す、ね、プレッシャーで自分は負けてしまったんだとイタリアの国民全員のプレッシャーを肩に乗せて全世界にいる自分のサッカーファンの期待を自分の肩に乗せてその PK を蹴ったわけですねものすごい重圧感です彼が PK を蹴りに行った時頭の中何がよぎっていたのか想像できますか皆さん相当いろんな考えが入ってきたと思います 精神科の専門家がこんな話をします何かをよくやりたい気持ちが高まると脳にストレスをかなり貸してしまうとそして自分を必要以上に意識するようになるそして脳の中で恐れと心配が生じてくるんだそうですそういう経験ありますか考えすぎてしまう PK ただ単にいつも練習したように蹴ればいいのに考えすぎてしまう 良くないといとう専門家の話をすするんですねで今日の箇所とモーセの話と重ねて私考えたんですがクリスチャンとして考えた時になんか伝道する時そうだよなあんまりなんか考えすぎるのってよくないよねっていうのはな思ったことがあります皆さん周りを見ても分かるかもしれませんが一番伝道のできる人って誰か分かりますかああクリスチャン長年やってた方々考えてみてください大体の場合 救われて間もないっていう人の方が伝道すごく上手なんですね伝道熱心なんですねしかし救われて10年20年経っていくと伝道についても考えすぎてしまうそして何かあ複雑になっていく伝道これできないかなだんだんできなく考えすぎてしまってできなくなってしまう霊的なプレッシャーがある程度あるからです霊的に伝道したらこのようにうまくいかなきゃいけないんだけれども計算してるから なななかなかそのプレッシャーでできない今日の箇所を見るとめちゃくちゃその重圧感プレッシャーに押されているモーセの姿を見ることができますで残念ながらそのモーセがこれをどのように解決した自分で解決したのかその解決法は今日の箇所には出ませんが神様はそのモーセをどのように励まされたのでしょうか今日の箇所から 私たちもそういう霊的なプレッシャー重圧感を感じることはありますけどそこからどう解放されればよいのかを一緒に考えていければと思います今続けてエジプトのシリーズを見ていまして先週までちょっとあのハイライトで見ていきますとモーセがエジプトを離れて40年間アラノにいましたそして40年そのいたと80歳になった時に神様が モーセのところに現れてあなたをエジプトにイスラエルの人々を自由に今奴隷になっているイスラエルの人々を自由に解放させるために救い出すためにあなたを使わすというふうに神様がモーセを呼ばれますその時のイスラエルの人口って皆さんご存知ですかエジプトの中にイスラエル人たち奴隷でしたけどそのところに人口してますか 多分先週先々週なんか行ったと思うんですが200万人いました相当大きかった人口です200万人だからモーセとしては相当なプレッシャーがあったのでしょう重圧感を感じていたのでしょうこれは重大な責任だということでそして先週の箇所を見ると神様に「あなたの名前は何ですか?」人々に言った時 少なくとも神様の名前は言わなければいけません。神様の名前は何ですかそしたら神様が私はあるという神である。私はあるというか始めもない、終わりもない。私は常にあるというものであるというのをおっしゃられました。そして続けてその会話になりますけれども今日の一節にモーセがまたこのように言っています。一節モーセが答えた。ですが 彼らは私の言うことを信じず彼らっていうのはエジプトのイスラエルの人々のリーダーたち長老たちのことを言います彼らは私の言うことを信じずに私の声に耳を傾けないでしょうむしろ主はあなたに現れなかったと言うでしょうというふうにモーセが言うんですね私はあるが送りましたと言ったところで信じてもらえないですよというようなことを言っています でこれ正直、理解でできる心配ですよね本当に信じてもらえなかったらどうしよう皆さん想像つきますか今、突然ある人がここに現れて神様はあなたを救おうとしている、ね、私と一緒に約束の地ニュージーランドに行きませんかなんて言い出したらな誰をこの人あなた本当に神様に会ったんですか本当に使わされたんですか。 ちょっとおかしいと思うのが普通です。モーセが突然現れて約束の地に行きましょう。私使わされました。神様信じないですよ、人々は。皆さん考える400年間の間、モーセが現れる400年前まで神様は沈黙されていたんです。つまり誰にも話しかけることがなかった。400年です。で私たちよく考えますよね。旧約聖書では神様はしょっちゅう人々に会話を ね、言葉をかけていたっていうように、ね、創世記見てもねノアだったりアブラハムだったりいろんな人々話しかけてるじゃないですかでも創世記でも神様は特定な人たちを中心に語っています全員に毎日のように言葉をかけたってわけではないですね神様の言葉が現れたその聞かれたっていうのは本当に稀なことでありました創世記の一番最後の人物でヨセフ出ますよねヨセフもほとんどの場合 夢を通して神様のメッセージを聞きます。神様と、ね、対話をしたというような場面はどこにも出てきませんなので、結構かた神様が誰かに言葉を語るというのはまれなことです。だから、モーセは神様誰も信じませんよ、そんなに。突然神様にこんなこと言われたら信じられませんよ。その霊的プレッシャーを感じるモーセに対して神様が 3つの印を与えられます。3つの印今日の2節から出るんですが3つの印。まず1つ目は杖が自分が持っている杖を蛇に変える何とも不思議な技を見せられます。2節から見ますね。主は彼に言われたあなたの手に持っているものは何か彼は答えた杖です。すると言われたそれを血に投げよう彼はそれを血に投げた。 するとそれはヘビになったモーセはそれから身を引いた逃げたっていうことです40年間アラ野で羊飼いをしてたらたくさんのヘビを見てきたことでしょしかしヘビを見た途端逃げますほとんどの学者たちはこのアラ野にあったヘビっていうのはコブラであったコブラっていうんですねコブラを見てモーセは逃げたんでしょう でコブラの場合は毒性が非常に高いです。一回噛まれるともう絶対人は死ぬという,うに言われるような。で、どれぐらいの毒性があるのか3 0 0 0キロの像がコブラに噛まれると死ぬんだ。3 0 0 0キロの人間だったらもう突っ死んでるっていう。モーセがすぐ逃げるのも理解できます。しかしここで神様は信じられないことをモーセに語られます。何を言うのか。 手を伸ばしてその蛇の尾尻尾をつかみなさいという命令をされます。ここで蛇取ったことのある人いますか蛇一般的な常識でいきますと、まあ、Google 検索などもして蛇をどのようにつかめばよいのか。 掴む時には必ず頭から押さえていきますなぜ尻尾から行くと頭が回ってきてき絶対に噛まれまれすなので「尻尾は掴んではいけません」というのが常識となっていますしかしここで神様がモーセに「蛇を尻尾を持って掴みなさい」「常識外のことをやれ」というふうにおっしゃっていますなどういうメッセージなのかこれは。 モーセあなたが今40年間新野で生活をしていながら培ってきた常識があるでしょうしかし私はこれから常識を超えたことをやっていくのであなたの昔の常識を全部ここで捨てるなさい頼ってはいけないというようなメッセージであります常識以上のことを私がやるのですよだからまずは従いなさい尻尾をつかみなさいとつかんでみなさいと 皆さんなぜ常識を捨てなさいというふうに神様は言われたのか人間は理性的に考えすぎると神様の技を考えた時にこれ無理だろうってよく思いますこれ神様どう見てもこれ条件的に見て無理ですよというふうに考えてしまうなので神様はまずあなたが今まで培ってきた常識まずここで一旦置いていってくださいというふうに無理だと何でも思えないでくださいそれがまず先に 最初の印を通ししてて発信しているメッセージでありますそして皆さんここのストーリー見ると尻尾をまた掴んだ時にその蛇が元通りに杖に戻ってくることを経験しますで何を意味しているのか当時のエジプトの王はよく帽子をかぶって昔の歴史の書物など出てきますけどななどういう帽子だったか覚えてますかフファロアがファががラオがかぶってる帽子 あのスピンクスのピラミッド型になっているそういう帽子もありますけれども必ずその帽子の真ん中には何がどの生き物がありましたかコブラコブラがありました体の大きいコブラがそれはエジプトの王がこのパワーを象徴するコブラのように力あるものだというものを見せつけるそういうあの象徴だったんですね。なので モーセがこのヘビを掴むことによって神様はあなたにこのエジプトの王であるファラオをあなたの手に掴ませるんですよというのをお見せになっているところであります。私に従いなさいこのエジプトの力あるものをあなたの手の中に握らせよう。疑うモーセにそのようにまず1つ目の印そして2つ目の印は6説から続いていくんですが皮膚病ですね。 手に皮膚病を患う。何とも不思議な技でもあります。6節見ると手を懐に入れよう、出してみよう。そしたらなんと真っ白に、モーセの手が真っ白に重い皮膚病になっていた。今、日本語の新化薬の聖書を見ると、ザラートというふうに重い皮膚病の単語が使われています。昔はこれ、雷病というような単語も使われていましたが、 最近では雷病は差別用語だったり3,500年前にはそれ雷病なかったんですよということで今「さらあと」という皮膚病になっていますが真っ白になったそしてまた懐にもう一度入れなさい入れて出してみたら元の肌の色に肉に戻った神様これ何なんですか神が何をおっしゃられているのか神は 病気をも治めておられる神だということをこれを通して教えられますこのスキンディゼーズを見,この見させながら I own the skin disease 私が全てを支配しているんだよというのを教えられてるんです I own this I, I control this 私がこれをコントロールできるものなんだよ皆さん私たちが神様に召された時に一番よくする言い訳って何かわかりますか 神様が行けって言った時に一番よくある言い訳っていうのは「私は体力がありません」「神様分かりますよね体弱いですし病気持ってますし」っていうのが一番大きな言い訳になります「モーセだって80歳でした」「80歳でもう体力の限界ですからもうできません」という十分言えたはずですそんなことまだ言ってませんがそんなモーセに対して病気皮膚病を見せてそしてまた あっっっといううう間に治ってししまう技を見せながらこうおっしゃらこおゃれるんです私は病気をも治めるいとも簡単にあっという間に癒すこともできる力を与えられることもできる神でありますよ私を信じますかというメッセージです2つ目の印なんですこれがそして3番目の印っていうのは9節に出てきます もしも彼らがイスラエルのリーダーたちが彼らがこの二つの印を両方とも信じずあなたの声に聞き従わないならナイル川の水を汲んで乾いた地面に注ぎなさいあなたがナイル川から汲んだその水は乾いた地面の上で血となるナイル川っていうのは 当時のエジプト人たちにとってはとても重要な自分たちの生活を支えてくれていたものであります。ナイル川って結構幅が広いということでも有名なんですが当時のエジプトの人たちはナイル川を本当に拝んでいたんです。ハピというナイル川の神がいましたエジプトたちにとっては。なのでハピという神を拝んでいた私たちの生活を供給してくれるそして助けてくれるナイル川。 しかしそのナイル川の水が血に変わるどういう意味ですかイスラエルの神は誠に命を与えるのはこのナイル川の神ではなくてこの私イスラエルの神なんですよというのをこのナイル川はいとも簡単にこのように血に変わることだってあるんですというのをお見せになっていますでこの3つの印を通して モーセに何を見せておられるのかというとあなたが恐れる必要はない心配しなくてもよい彼らを支配しているのはこの私だからというのをこの3つの印を通して見せられていますしかしこれを体験した直後モーセはどのようになるのか10節からなんですがモーセの本音が出てきます10節からモーセの本音。 モーセは主に言った10節ああ我が主よ私は言葉の人ではありません以前からそうでしたしあなたがしもべに語られてからももうそうですしもべに語られたからっていうかもう1時間ぐらい前に多分神様語られたと思うんですがこの1時間の間でも何も起こってないじゃなくて何も奇跡起こってないです私は口が重く舌が重いのですこれもともとあの ヘブライ語,ヘブル語で書かれてギリシャ語の聖書を見ても私はスピーチが苦手な人間なんですという訳がありますスピーチが苦手なんですとで皆さん質問しますねこれはモーセが本当のことを言ってるかと思いますかそれとも言い訳なのでしょうかどう考えなさいますか皆さんは本当モーセはそうだったかなそれともこれただの言い訳なのか 多くの中華書を見ると確かにモーセはそういうね育ちの中で多分言葉のそういうハンディキャップがあった人だというふうに中華書で書く人もいますけれども聖書全体的に見ていくとモーセこれかなり言い訳であったことが分かってきます。出エジプトの後半にななってくればなるほどモーセは ファラオと直接会話を交わします直接交渉をしていきますで私たちが思うにはモーセ全然話せんじゃん何お前全然話せるのに何ここで神様に私は下が重いのねっなってか言っちゃってそのかなり言い訳だったっていうことが分かりますモーセの性格上このものすごい重圧感プレッシャーから 多分そういう言葉が出たのでしょう。神様、とてもじゃないけど、私の交渉力では、多分イスラエルを救うのは無理なんですよというふうに、すごいプレッシャーを感じていたことでしょうで。神様は別にモーセに、あなたはイスラエルのリーダーたちの前でする演説と、ファラオの前でする演説を準備しなさいと言ったわけではありません。モーセは自分勝手に不安を覚えています。神様、できませんよ。私じゃ無理ですよ。 そんなモーセに対して11節12節主は彼に言われた人に口をつけたのは誰か誰が口を聞けなくし耳を塞ぎ目を開けまた閉ざすのかそれは私主ではないか今行け私があなたの口と共にあってあなたが語るべきことを教える こういうふうに神様はおっしゃられるんですがやっぱり13節でモーセの反応を見ると一緒です彼の本音は13節すると彼は言ったああ我が主よどうか他の人を使わせてください私行きたくありません他の人送ってください14節見ると神様はモーセに向かってその怒りが燃え上がったってあります聖書最初から見ていきますと 人間の罪を見て神様は悲しまれたという表現はありますでも怒りが燃え上がったここ初めてです不従順するモーセに対して怒り,を怒りが燃え上がったピート・エンズという出エジプトの仲介書を書いている学者がこんなこと言うんですねイスラエルを救おうという思いはイスラエルを救ってあげたいという思いは モーセより神様の方がはるか大きいものを持っていたっていうのをモーセは理解してないのかっていうんですね。d o e s Moses understand? これモーセよりも神様の方がイスラエルを救いたいと願われてるって。しかしモーセは神に対して私を送ったらこれ失敗しますよ。私を送らないでください。これ私が行ってあなたのミッションあなたがなさい。 したいことが失敗するかもしれませんま,まるで人間の成功と失敗によって神様のミッションが左右されてしまうように錯覚しています完全にでも神様の方がイスラエルをもっと救いたいと願っているいだということです11節12節もう一回見ていく11節12節神様が人に口をつけたのは誰かって聞いてます 人に口をつけたのは誰か私だ。あなたがどれだけ話せるか、話せないかは当然私にかかっているということをおっしゃられているということです。耳を塞ぎ、目を開き、また閉ざすのは誰だ私ではないか。私が全部やっているということです。神様が私が、I'm doing this. つまり、耳を開かせ、目を開かせ、あなたが語ってる言葉をまた耳を開かせ、信じさせるのも私ではないか。私がやってるんだと。I am doing this, m o s e s モー s に語ってるわけ。I'm in control. 私が今全部支配してるんだよ。それを語ってられます。ことです。数年前に、ある兄弟が、日本選挙のために使ってくださいというように、選挙献金をしてくれました。 選挙献金をしてくれたので私が LINE メッセージなどでありがとうございます選挙の実を。これからも選挙の実を結ぶために頑張りますというメッセージを送ったんですね。そしたらこの兄弟がこんな返信をしてきました。ああ 宣教は神がなさるというふうに、私は学んでいますかって言って、スマイリーマークつけて、スマイリーマークつけて送ってきたんですね。私が身を結ぶために頑張りますって言ったら、あ、でも宣教は神がなさるというように学んでいるのでっていうふうに、<laughs> でも、ドリ牧師が宣教に用いられることを祈りますねっていうふうに、なんか神徒になんか怒られたのか、励まされたのか、よくわかんないようなラインメッセージをもらった記憶があるんですが。 神がモーセに何を語られるのか人の口を動かすのも私それを聞かせるのも私見せるのも私信じさせるのも私動くのはこの私だからっていうのを何度も何度も確認されてるってことですでもモーセがそれでも行きたくないっていうんだから14節から17節でそしたらあなたの兄貴結構話せる人だからアロンを与えようアロンと一緒に行けというような 内容になっていますなので後から見るとアロンと一緒にエジプトに入っていくんですが今日のこの箇所のメッセージを今日ペンテコステだということもあってそ一緒にちょっと適応して私たちが考えていきたいと思います今日の箇所今日はペンテコステという日です2000年前に聖霊が下ったというのを記念する日曜日です神の霊である方イエス・キリストの霊である 精霊がこの地上にに年前に下ったなぜ精霊は下ったのでしょうか2,000年前に人々が御霊に満たされて精霊に満たされて威厳を語り出して人々が癒される技が起こってそういう精霊集会をやるために精霊が下ったんですか人の働き一章八節にこのように書いてあります イエス・キリストがおっしゃられた言葉です。人の働き一章八節精霊があなた方の上に望むとき、あなた方は力を受けます。力を受ける。そして、イエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。という風にあります。精霊が下ったナンバーワンの理由というのは、神が、神の人々全員を 宣教師とするために聖霊を下られたってことですよもう一度目下っよ2 0 0 0年前に聖霊が下ったナンバーワンの理由っていうのは神の人々全員を世に使わすために聖霊が下ったということですマタイ28章に大選挙命令ってありますけれども行って弟子を作って宣言を授けなさいという命令がありますがこれ別に弟子たち12人だけに与えられたメッセージではないんですね 教会全員に与えられたメッセージであります私はあなた方を全員宣教師として人を取る漁師として信徒宣教師として送り出すこの教会で言うならば人を導く小グループリーダーとして送り出しますそしてそれぞれの職場でも用いられるように送り出しますということです第二コリント5章20節では 使徒パオロがこのようなことを言ってます。すべてのクリスチャンは、イエス・キリストを代表して送られた、日本語では、新海学では、施設、大使であると、エンバサダーであるというふうに言います。Your Christ's ambassador.You represent him. あなた方はイエス・キリストを代表して送られているものなんです。まとめますよ、神は、罪人である私たちを神の御国に、 入れられます迎え入れますそしてまた同時に全員を神の宣教師として送り出されますあなたは今の職場でただお金を稼ぐために行ってるわけではないそれ以上に今の職場で神の素晴らしさを表すためにあなたは送り出されているあなたの今の家の家庭内に ただ単に家事をしながら子育てをするためにその家庭内に送り出されてるわけではないあなたはあなたが家の仕事をして子育てをすることによって子供たちが神の恵みを理解し周りの隣人たちが神の憐れみと愛を知るためにあなたはその家庭に送られているっていう意味ですで人っていうのは皆さんも今聞きながら何を思ってたか分かりませんが人っていうのは大体2種類あるこれをこういうのを聞くと うん、そうだそうだ私もクリスチャンとしてそういうふうに生きなきゃそういうふうにやるべきですねっていう奮い立つ立たされる人ともう一種類の人はめちゃくちゃプレッシャーじゃんっていう人たちがいますこれめすごい重圧感もうもういいからもうそれぐらいにしてっていう無理でしょ私じゃ無理でしょだって今職場でめちゃくちゃ仕事大変だしそんな神の御國なんか考える余裕全くないっていう人いると思います ね、子育てめっちゃ大変なのに何神の憐れみを表,表すとか全然できないですよそんなプレッシャーこれただのプレッシャーになる人っているわけです私じゃできないよ20世紀のイギリスの作家の中で J.R.R. トルキンというトルキンという人がいたんですねで皆さん「Lord of the Rings」とか映画って見たことありますか「Lord of the Rings」あ大好きなんですねはい「<laughs> Lord of the Rings」の これを書いた小説を書いた人が JRR t ー l k さんなんですね大ヒット作結構書いていますで彼が書いた短い作品の中でニグルの描いた歯というあ作品がありますニグルが描いた歯なんですがこの画家なんですねペインターの人があ一生懸命絵を描く画家がいましたで彼が いつも願っていたのは私は本当に美しい大きな木を描きたいという願いをずっと持ってるんですねこの人はでも絵を描き始めるんですがなかなかうまくいかないこの中にペインターいますか結構ストレスたまる仕事だっていうのうにも言われますけどなかなか自分が思い浮かべるような絵ができない結局彼が描いていくんですが 人一枚の葉っぱを描くのにすごい長い時間を費やしてしまって葉っぱ一葉を描くのに全ての人生を注ぐんですね。で結局彼は一葉の葉っぱを描いてこの世を去ります。かなり虚しい人生。ペインターとして生きたのに 一葉の葉っぱしか描くことができずにこの世を去ってしまったその小説の中で彼が天国に行くわけなんですが天国の中で汽車に乗ってこうやって行くんですがその汽車の窓の外に何か美しい光景が出てきた何か見慣れた光景が出てきたなので彼は汽車から降りてそれをよく見るために山の頂上まで走って上がっていきますそしたらそこに 自分の頭で今まで描いてきたその美しい木がそこに立ってたんですね今まで私がどんなに頑張っても描こうとは描こうとしたんだけどなかなか完成することができなかったその完成図が自分の目の前に現れたんです天国でこの作品を描いた J.R.R. トークンさんはクリスチャンだったと言われてますが 彼が何をこの作品を通して何を見せているのか私たちが人生を通して何か成し遂げたとしても神様の永遠なる視点から見れば一滴の点ですよねっていうメッセージなんですね本当に点一つのようなものですよねクリスチャンとしても私たち使わされています 人々も,もっと伝道しましょうとか使わされているんだけれども私たちが夢見ている伝道や日本選挙世界選挙とかめちゃくちゃでっかいタイトルで考えてはいます夢のような教会を作り上げるというような目標はありますけれども結局一生涯私たちができるのは一つの本当に葉っぱを描くようなことぐらいしかできないですよねっていうのを見せてるんですね。しかしかこのの作品が見せてるのは あなたがあの世に行った時に天国に着いた時に私たちが思い浮かべていた完成図がそこに私たちを待っているのですというメッセージなんです何があなたを待っていますか完成したあなたが夢見ていたことがそこに完成されているんです聖書の中にヘブル12章2節にこのような 当時迫害を受けて挫折していたクリスチャンたちにこのような見言葉が語られています。ヘブル12章2節に「信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでください」「信仰の創始者始,まれ始められた方創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでください」 私たちの信仰の完成者はイエス・キリストですからというのを語っています2000年前にイエス・キリストがこの地上に神の独り子として使わされてきますそして十字架を前にしてしながらも神様に他の人を送ってくださいとても私できませんというようなことは言わずにあなたが望まれるままに なささってくだいいという祈りを捧げられます私たちの救い主イエス・キリストは十字架にかかることによってまた復活されることによって私たちの敵であるサタンを打ち破られました聖書は言いますこの方があなたが死ぬべき死を十字架で死なれたそしてあなたが生きるべき人生を完璧にこの方が生きられましただから あなたの未完成の人生はこの方によって完成しますという聖書は言います。わかりますかあなたの未完成な一つの葉っぱしか描けないような人生でも未完成でもこの方によって全て完成されるのですと。皆さん私たちはよく神様に召された時にあなた方は世に送り出されたイエス・キリストの使者ですとか言われるとめちゃくちゃプレッシャーになることはあります。 神様私絶対失敗しますよ私の場合はモーせそうでしたね私を送るとちょっとうまくいかないっすよそういう癖皆さんにはありませんができませんまずは神様に送り出しますちょっと私はいけません他の人を送ってくださいでももしあなたに任されるその神の仕事が最後は完全に成功する本当に成功することが保証されてるって言われたらプレッシャーはどれぐらいになりますか プレッシャーは相当減るでしょう私の成功とか失敗に関係なくイエス・キリストが全てをまた完成させるのであればプレッシャーは減るはずですクリスチャンの中でこんな賛美を歌った人がいましたちょっと声が枯れ気味なので歌えるか分かりませんがこんな賛美を歌った人がいるんですね「救い主のイエスと」 ともにゆくみともにゆくみは乏ぼしちょっと待ってメロディーちょっと今思い出せないけどちょっと歌詞を読みますね。救い主イエスとともにゆくこの身は乏しきことなく恐れもあらじこれ新生果 NCC 東京では新生果使ってませんけれども 新説が340番の歌詞なんですね救い主イエスと共に行く身は乏しきことなく恐れも荒じイエスは安気持て心たらわせ物事すべてを良きになしたもこれメロディーちょっと今説教しながらもう入りついてメロディー飛んじゃいましたけども救い主 あのか覚えてる人いますかメロディー「救い主イエスと」「す」思い出しました「<laughs> 救い主イエスと」通訳の方一緒に歌われてた,たんですかね最初に私が歌い出した時大変ですよね「はい <laughs> 救い主イエスとともにゆくみは」 乏しきことなく恐れもあらじ。イエスは安きもて心たらわせ。物事すべてをよきになしたも。物事すべてをよきになしたも。 歌詞すごいと思います。救い主と共に歩む人は乏しいことはありません。足りないものなどありません。恐れもありません。物事すべてにおいてすべて良きになしたも、イエス・キリストが良きになしたも。これ書いた人はフェニー・ジェイン・クロスビーという女性の人です。1820年アメリカで生まれた彼女は、 生まれて間もなく医療ミスによって診察間違って診察をしてしまって目になんかマスターを,マスターを塗るとよくなりますよっていうのが医療師が聞かれて結局塗るんですが視力を失ってしまうんですね完全にで赤ちゃんの時から盲人になってしまうで育てるのも大変だというか、ね、おばあちゃんに預けられるんですがクリスチャンのおばあちゃんによって育てられますで彼女は 頭がものすすごく良かったんです天才的なところがあったんです小さい頃から聖書を暗記し始めるんです目が見えない人なのに聞いては暗記してしまう24歳になった彼女はクロスピーは作詞作曲家になりますそして出版社と契約を結ぶんですね1週間に3曲の賛美歌を作って出してくださいという契約を結びます で私たちは、えー、1週間に3曲も作れるのと思いますけど彼女当時のペースは1週間に6から7曲を作っていたんです毎週のようにで彼女が障害をかけてどれぐらいの賛美を書いたのか9000です9000信じられないほどの数の曲を書いていますで彼女の曲はやがてヒット曲となりクリスチャンの間ヒット曲になり まあいろんな人々に歌われる親しまれる賛美になるんですが日本語の賛美歌などに見ても一番目か二番目ぐらい多くの賛美が日本語の賛美歌の彼女の賛美が入っています今日その,の Blessed Assurance ってありましたよね一番最初にあったなんという喜びと賛美一曲目も彼女が作った曲を私たちは今日一曲目賛美歌を歌いましたで彼女は盲人でありながらも どうしてこのように続けて神様に仕えていくことができたのかその力の源はどこにあったのか先ほど私が歌ったように救い主イエスと共に行く身は乏しいことなく恐れもあらじイエスは やすきもて心をたらわせ物事すべてを良きになしたも物事すべてを良きになしたも私の人生が未完成だといっても物事すべてをイエス・キリストは良きになしたもすべてを完成される方でありますというのを曲にしているんですが これによって彼女は元気づけられて続けて神様に使えていくことができました皆さんはどうでしょうか最後に皆さんに質問を投げて終えたと思うんですが自分に聞いてみてください皆さんは神様からどこに使わされていますかそして皆さんが今担当している その一枚の葉っぱっていうのは今どんな葉を描いていますか皆さんは皆さんの人生を通してそして最後にイエスがすべてを良きになしたもうというふうに信じているならば失敗を恐れずプレッシャーをものともせずに使わされたところに行くことができるでしょうか神様に従順することができるでしょうか続けて後で小グループなどでまたディスカッションできればとお願いします一言お祈りいたします